揖斐川町三輪は天領で陣屋のあった町である。農民営野と産地を結ぶ揖斐川の交通の要所地で貧乏も裕福であったことからかつては大いに栄えた里でした。その三輪の里と貧乏の総氏神として祀られてきたのが三輪神社です。毎年5月初めに行われるこの例祭が揖斐祭りと言われ親しまれてきました。この祭りの特徴はおみこしの町内渡御と子供歌舞伎を奉納する山の町内巡行が挙げられます。おいっすさー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 。揖斐祭りが現在の形になったのは少なくとも今から300年前江戸時代であると考えられます。山は御町内に一両ずつ維持され、毎年当番の山で子供歌舞伎が奉納されます。頑張れよ。あ、こんにちは。頑張れよ。Thank you.
三輪神社の3基のおみこしに加え、青年みこし1基と中学生が担ぐ子ども神魚6基が町を練り歩きます。渡御の途中ではおみこしを上下に揺すって担ぎ手がぐるぐる回ったりします。これはおみこしに乗っている神様により力を発揮していただくために行われます。おみこしが上下にぐるぐる回る様子は圧巻です。今年は女みこしも加わり、華やかさが増す渡御となりました。Thank you.
この祭りは地域の底力を表す素晴らしいお祭りだと思いました。